趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。今日の事例は白いコートです。素材はポリエステル 100% になっておりまして、洗濯表示がドライクリーニングです。実はこのコート先日お預かりしてきれいにしたばっかりなんですけども、今回ちょっとシミをつけてしまったというふうなことでまたお預かりいたしました。シミはですねこちらになります。血液のシミです。ついてから1週間ぐらい経過してしまっているというふうなことです。今日はちょっと特別にですね部分的にシミ抜きしているところもちょっとお見せしたいと思います。シミがどんどん薄くなっているのがお分かりになりますでしょうか。ちょっと撮影しながらなので、作業が非常にしにくいんですけども、こんな風に薄くしてからですねちょっと薬をつけますと、もうシミはこんな風に取れております。はい、綺麗になりました。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、あっという間にシミ抜きが終了いたしまして、こんな風に部分的にシミ抜きをすることで全体処理をすることなくきれいにすることができております。いろんなシミ抜きの方法がございまして、今日はちょっと撮影をしながらだったので、普段よりもちょっと手間のかかるといいますか時間のかかる作業をしました。理由はですね、音がうるさいからです。ただそれだけです。温度をかけたりですね、最初に薬を使ったりするともっと綺麗に、もっと短時間でですね綺麗になるんですけど、今日はちょっと時間をかけてシミ抜きをしてもこんな風に綺麗になっております。素材がポリエステル素材という化学繊維であることとか、あと血液の色からしてですね、ついたばっかりのシミなんていう風なものはこんな風に簡単に取ることができます。ただご家庭で同じことができるかと言いますと、やはりご家庭ではこするとか揉むとか叩くとかそういった物理的なシミ抜きをせざるを得ませんので、どうしても生地が傷んでしまうというふうなことがございます。プロがやるシミ抜きというのは専用の機材資材の差というのは相当ございまして、とても家庭では真似できないようなスピードとリスクの低さ、生地の痛みの少なさでシミ抜きができますので、ご利用いただいた方がですね、そんな大変な思いをしなくても大丈夫です。どうしてもご家庭でやっちゃうとですね、部分的に濡らして部分的に乾かすと輪染みができちゃうとかそういったリスクもございますし、シミは薄くなったけど完全に取れなくてそれを取ろうと何度も何度もこすったりすることで生地が傷んでしまうなんていうようなことがありますので、今回のように何もせずにお預かりさせていただくとですね、こんな短時間で綺麗にすることができます。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。